さあ皆さん、長崎大学行ってみたいと思います。本日の全体像ですが、物語文で英文英答でございます。ちょっと皆さん、今からやるにあたってですね、確認をさせていただきたいところが2点ございます。で、皆さん、問いの1番はですね、この話を語るのは誰か、こういう設問です。そして問いの8番、一番最後もですね、登場人物何人ですかというのを皆さん英語で聞かれますので、ちょっと皆さんこれを頭の片隅に置きながらですね、本文読んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん1号類推が1台、そしてこのあたりですね、問いの3、4、5、6、7は比較的短い記述説明問題でございますので、これはもう全部いけるかと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ皆さん、行ってみたいと思います。皆さん、注釈が一箇所だけついておりまして、 One of the weapons used in the movie Star Wars ですからね。ちょっと皆さん、これを踏まえて一読お願いいたします。皆さん、先ほどもお伝えしましたが、問いの一番、こういう設問の指示がありますので、一体誰なのか、一応頭の片隅に置きながら考えていただけるとよろしいかと思います。そして皆さん、問いの8番ですね、皆さん、登場人物は何人なのかということでございますね。ちょっと皆さん、これも数えながら言ってみますね。で、皆さん、まずはオレンジの私とですね、皆さん、クリストファー緑でちょっと示しているんですけども、皆さん、この辺りを読むとですね、なんか幼馴染の様子が伺えますよね。で、皆さん、この辺りまで読んでくると、私のお母さんと、そして皆さん、クリストファーのお母さん、リサですね。で、皆さん、最後、この辺りでお父さんが出てきてますよね。そして皆さん、クリストファーのお父さんも出ております。で、もちろん、この後、バナ文章は続くんですが、これ以上皆さん、登場人物出てこないので、問いの8番、もうこれで正解出しておきますね。ですから、正解は6人でございますので、6 people というふうに書いていただけると正解です。さあ皆さん、問いの2番なんですが、皆さん、このバムという単語に関してですね、こういう設問ついておりますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で、もちろん内容的には、クリストファーが引っ越した時に私はめちゃめちゃバムということですが、皆さん、これの言い換えが見つかりますよね。で、皆さん、もちろんミスと言われたら、人がいなくて寂しく思うですよね。ですから正解は B のディサポイントですよね。もちろん人がいなくて寂しい様子、それが皆さん、ディサポイント、がっかりにつながってきますね。で、皆さん、続いて問いの3番、よろしくお願いいたします。で、もちろんクリストファーがどこに引っ越したのかということなんですが、皆さん、ここに書いてますよね。運転して家まで行っておりますので、正解はブリッジポートということでよろしいかと思います。で、皆さん、先ほどの続きでございますので、一読をお願いいたします。で、皆さん、このタイミングで問いの1番が考えられるかと思います。皆さん、おそらくヒントはこの辺りですよね。で、もちろん私の発言に対してお母さんが You, You, Oggy というふうに言っておりますので、正解は Oggy ということでよろしいかと思います。で、続けて皆さん、問いの4番お願いいたします。で、もちろん正解はお父さんが話しかけているイザベルですよね。これでバッチリです。すみません、先ほどの続きでございます。このタイミングで問いの5番をお願いいたします。で、皆さん、お母さんはどの学校に行かせたいのかということですが、皆さんもこれもそのまま書いてますよね。ですから正解はビーチャープレップということでよろしいかと思います。で、皆さん、続いて問いの6番お願いいたします。で、皆さん、説明の指示のこのサウスセントラルエレメンタリースクールですね。これが皆さん、良くない話は、こっから書いてますよね。That's too big. 大きすぎるという話でございますので、正解はここですよね。で、もちろん、ホワイト言われておりますので、正解としては、Because it is too big. みたいな感じで書いていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、先ほどの続きでございます。で、皆さん、この下、問いの7番、これが最後ですから、よろしくお願いいたします。
テリーさん呼んできていただいて分かるかと思いますが、お母さんは息子に学校に行かせたいんですよね。テリーさん、一方お父さんはここの発言がまあ最大のヒントかなと思うんですが、息子がしたくないことをさせる、まあ、させたくないとする必要性はないと言ってますよね。ですから正解はこのあたりをうまく使っていただけるとよろしいかと思います。ですから正解はこんな感じですよね。さあ、お疲れ様でございました。皆さん、長崎大学 A 問 A 答全部扱ってみましたが、それほど難しいという問題はなかったんじゃないかなという感じがいたします。まあ、やりやすかったですよね。ただそれがですね、翌年、まあ翌、まあ次の問題ですよね、次の年の問題にそのレベル、今やった問題と同じレベルが出る保証はやはりどこにもないので、少し難しい目の問題に当たってしまった時のことを考えるとですね、やはりこの矢立ちとスタディの動画でもちょくちょく出ておりますが、国立大英語の中で英語と扱っておりますので、このあたり皆さんちょっと活用しながらですね、勉強を進めていただけるとよろしいかと思います。